こんにちは、アホです。今回のお題はこれです。どう？ビットコインの価格が次の半減期の後、2360万円になる分析結果が公開された。説明せよ。ニュースだ。ビットコインは2025年に18万ドル。海外トレーダーが半減期サイクルから分析。2360万円。フィルブ・フィルブ氏。ビットコイン価格は半減期後約368から550日でピークを迎え、サイクル後の779から914日で底をつける。この理論に従えば、2025年にダブルトップが見込まれ、ビットコインは20万ドルを2回超えるという。半減期はコインの発行ペースが半分になることです。ビットコインの発行ペースは、最初は平均10分おきに50枚が発行されていたのが、2010年の半減期で、平均10分おきはそのままに、枚数が半分の25枚に減少しました。その後は4年おきに半減期を迎え、2016年の半減期で 12.5 枚、2020年の半減期で 6.25 枚になりました。そして来年、2024年に4回目の半減期を迎え、6.25 枚の半分の 3.125 枚に減少します。コインの発行ペースが半分になるということは、単純計算でマイナーの売り圧が半分になることを意味するので、価格にプラスの影響を与えやすくなると考えられています。その影響が過去3回の半減期全てにおいて、半減期の年から翌年にかけてビットコインの価格が爆上げして最高値をつけました。チャートダウン。これはフィルブ・フィルブ氏の分析結果です。半減期の比を 0% として、その後価格が何%変化したのかを表しています。赤い線を見てください。赤い線は2012年の半減期の後のチャートです。半減期の367日後に頂点をつけました。半減期の日の価格から97倍。その後下降トレンドに入り、半減期から777日後に底をつけました。最高値からマイナス 86.1%。 次に青色の線は2016年の半減期の後のチャートです。半減期の526日後に頂点をつけました。半減期の日の価格から 29.8 倍。その後下降トレンドに入り、半減期から889日後に底をつけました。最高値からマイナス 84.1%。 次に緑色の線は2020年の半減期の後のチャートです。半減期の548日後に頂点をつけました。半減期の日の価格から 7.9 倍。その後下降トレンドに入り、半減期から924日後に底をつけました。最高値からマイナス 77.5%。このようにビットコインの価格は半減期の年から翌年にかけて爆上げして最高値をつけ、半減期の翌々年に暴落するという値動きを繰り返しています。次だ。水色の線はビットコインの高値のラインチャート、緑色の線は安値のラインチャートです。オレンジ色の線は高値を結んだ線で、オレンジ色の点線は高値をもとに回帰分析をした結果です。回帰分析は、求めたい値に対して他の要素がどの程度影響を与えているのかを分析する手法です。例えば、ワインを熟成させた期間がワインの価格にどの程度影響を与えているのかを回帰分析を使って調査し、ワインの価格の予想に役立てます。1年熟成させた A ワインは1000円。5年熟成させた A ワインは1万円のような実際のデータをたくさん用意して回帰指標を求め、A ワインを20年熟成させればいくらになることが期待できるみたいな分析です。オレンジ色の線の上に表示されている R2 乗は決定係数というもので、0から1の間の数値を取り、1に近いほど回帰式の精度が高いことを表しています。オレンジ色の回帰式の R2 乗は 0.993 で1に近いです。次に、灰色の線は安値を結んだ線で、灰色の点線は安値をもとに回帰分析をした結果です。R 事情は 0.998 で1に近いです。
このようにビットコインの価格は回帰式のオレンジ色の点線と灰色の点線の間を推移しているので、これをもとにビットコインの未来の価格を予想したのがフィルブ・フィルブ氏の分析です。追記、紫色の点線は半減期の日です。1回目の半減期の後爆上げして丸1で最高値、丸2で底、2回目の半減期の後爆上げして丸3で最高値、丸4で底、3回目の半減期の後爆上げして丸5で最高値、丸6で底、丸6の底はまだ確定していませんが、過去の流れと同じ流れになるとしたら、来年2024年に4回目の半減期を迎えた後、2025年に爆上げして最高値を更新し頂点をつけることになります。想定される動きはこれです。チェンジ、オレンジ色の線は高値の回帰式、灰色の線は安値の回帰式です。丸1から丸6までは先ほどと同じで、丸6の後の丸7から丸10が予想の値動きです。ビットコインの価格は来年2024年に4回目の半減期を迎えた後も上昇トレンドが継続し、2025年の丸7で最高値の頂点をつけます。丸7の価格は20万から30万ドルくらいです。その後下降トレンドに入り、2026年に丸8の底をつけます。丸8の価格は4万ドルから5万ドル、つまり最高値からマイナス 75% からマイナス 85% くらい暴落する覚悟が必要です。次に2028年に5回目の半減期を迎えた後、2029年に丸9の高値をつけます。丸9の価格は50万ドルから60万ドル。その後下降トレンドに入り、2030年に丸10の底をつけます。丸10の価格は13万から15万ドル。回帰式から求められる具体的な金額はこれです。ドン！反撃の後、最高値または底をつけるまでの期間が短いパターンと長いパターンの2つの予想金額を表示しています。4回目の反撃の後の最高値は24万7626ドル、日本円にして3272万円。最高値をつけた後の底の価格は47012ドル、日本円にして620万円。マイナス2600万円の暴落はかなり刺激的だぜ。そして5回目の半減期の後の最高値は582148ドル、日本円にして7680万円。最高値をつけた後の底の価格は135497ドル、日本円にして1790万円。マイナス6000万円の暴落はかなり刺激的だぜ。回帰分析から導き出されたビットコインの予想価格の妥当性については、フィルブ・フィルブ氏は前向きに考えています。理由は、ゲザの富はブーマー世代からミレニアル世代に移行している途中だからです。最近シルバーゲート銀行とシリコンバレー銀行が破綻した時に、ビットコインは資産を守るための対策として反応しました。ブーマー世代もミレニアル世代も自分の資産を守ろうとするのは同じですが、自分が慣れ親しんでいる手段で資産を守ろうとするのが異なります。ブーマー世代は物理的な手段に慣れているので金が選択されやすいのに対し、ミレニアル世代はデジタルに慣れ親しんでいるので、富がミレニアル世代に移行するとデジタル手段で資産を守ることが主流になる可能性があります。ずっと、これは2011年の値を 0% とした場合の変化率です。黄色の線は金の価格、オレンジの線はアメリカのマネーサプライの M2 です。マネーサプライは通貨供給量のことで、M2 は現金、普通預金、当座預金、少額定期預金の合計です。2011年以降、M2 は 132% 増加。つまりドルの供給量は 2.3 倍になりましたが、金の価格はプラス 30% なので、金はインフレに対抗するための意味のある上昇を示していません。よって今後リスクオフの資産の再評価と、リスクオフの手段が物理的手段からデジタル手段に移行していくことで、ビットコインが市場シェアを拡大することは十分あり得るとフィルブ・フィルブ氏は考えています。ただしフィルブ・フィルブ氏はそこの曲線の方が信頼性が高いと考えていて、
次のサイクルの目標は18万ドルと述べています。2360万円。以上、ビットコインは次の反撃の後、2360万円になる分析結果が公開された。説明せよ、でした。この動画が参考になったらグッドボタンします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。爆撃しそうなアルトコインを探すならサブチャンネルをご覧ください。Twitter では暗号資産を速報しているのでご利用ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。